長島一世は日本の実業家。共同石油と日本工業の合併を実現し、合併により誕生したジャパンエナジーの初代社長や会長を務めた。また1989年に米アモコ社からライセンスを取得し、日本での AM、PM のコンビニエンスストア事業の展開を開始させた。君に東,受賞東京都出身。 1952年、旧正東京商科大学を卒業し、日本工業入社。1965年共同石油入社。1978年、取締役。1980年常務取締役。1984年、専務取締役。1986年、副社長、就任。1990年、副会長に退く 通商産業省出身の佐根友三郎社長の公認として共同石油代表取締役社長に就任。1992年に日本工業と共同石油が合併し飛行共席代表取締役社長に就任。1993年社名変更しジャパンエナジー代表取締役社長。1980年代にアメリカ合衆国で コンビニエンスストアが併設されているセルフ式スタンドが普及していたことに着目し、あの子から AM、PM のライセンスを取得。1989年にコンビニ事業の展開を開始。懸案となっていたアメリカの子会社、グールドの生産を行った。1994年にカワセサソン事件で巨額の損失を負ったグループ企業の鹿島石油について、 事実上の倒産状態だが、重要な製品供給拠点であり、いかなる状況になっても支援すると述べ、事件の事後処理に当たった。1996年3期6年を機に社長を退任し、ジャパンエナジー代表取締役会長に就任。2000年ジャパンエナジー相談役。社団法人、日産会会長、石油連盟副会長等も務めた。 1989年、君二等随法賞受賞。2021年9月17日、敗血症で死去。93歳遺没。死没日をもって、14位に除される。ありがとうございます。